新意と新任造銃島方便市川範夫。新任っていうのはこれ私が作った造語なんですけれども、入社当時システム開発の仕事をしているときに何かこう問題が起きたときに表面的な解決だけをしたらダメだよと、必ずその奥にですね何か大きな原因があるはずなんで深掘りをしていきなさいと、だから真の原因を突き止めることが一番大事ですっていうことを教えられまして、やっぱり人と接するとき、お付き合いするときもやっぱり表面的なお付き合いじゃなくって、やっぱりその方の真意っていうものを汲み取るような努力をしないといけないなっていう、そういう思いを持ってですね、真意と真意っていう言葉を作って今でも座右の銘としています。やっぱりそのより必要とされる会社に育てていきたいということが大事なんで、生活者の方が象印に何を期待されているのか、それから象印らしさを何か、生活者の方が象印のどこが象印らしいと思っていただいているのかということをこう踏まえながら一歩一歩大きくするというか、会社をこう育てていきたいということですね。